少女歌劇レビュースターライト、ロンドロンドロンド。ところでロンドってどういう意味なんでしょう？ロンドってフランス語で円、円形という意味だそうですね。アルファベットだとこう書くそうです。円といえばスターライトと何かとご縁がありますね。なんつって、また多くの踊り手が丸い輪を作って踊ることや、その踊りのための曲のこともロンドというそうです。ちなみに日本語だと回旋曲だとか輪舞曲というふうに書くそうです。そういえば大バナナさんの武器も巡りと舞、二つ合わせてリンブですね。わかります。音楽の用語にもロンドという言葉が使われています。ロンド形式という言葉がありました。なんか音楽詳しい方が一般の人に説明するときに A というメインの部分があって、それを A、B、A、C、A、D みたいに繰り返すみたいな説明をよく言います。間違ってるかもしれませんが、ちょっと僕なりに砕いて説明してみたいと思います。はい、どういうのがロンド形式かというと、例えばですがポンキホーテの歌とあったとします。皆さんなんとなく、指してるんじゃないでしょうか。もう僕がちょっとね書いてますけれども、まずポンキホーテの歌といえばっていうメインの部分 A がありますよね。ポン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 キーポンキーホーテー、はい、この メロディーね、はい、これを A とします。もうポンキホーテの歌といえばこれで、 B の歌なんかめちゃくちゃ安いものめっちゃ売ってる、もうね本家がわかんないけど適当に作った、うん、まあ、これがね、まあちょっとメロディー違う B としましょう。そして B が終わった後に、また A が来る。ポン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 キーポンキーホーテー A。 そして、C の新しいメロディー、商品の種類もめっちゃあるみたいな、ポンキーホーテーみたいにね、この後続くんでしょうけど、こんな感じで、まあこの曲といえばこれでしょみたいに、まあメインのね、A の部分というものがあるとして、それをちょいちょい挟みながら、曲を展開していくと、 A、B、A、C みたいなね、これがロンド形式というそうです。はい、あの僕の理解間違ってたらすみません。ちなみに本家の本物の歌がロンド形式なのかどうかはちょっとよくわかりませんね。これもざっくりとしたイメージなのでね、はい、本当はもっとたくさん音符並んでたりとかね、あのあるとは思うんですけれども、はい、そんな感じじゃないかなと思います。なるほど、ロンドの意味はざっくりとわかりました。今回の映画のタイトルはロンドロンドロンド、ロンドが3つ、この意味はわかります？そういえば中村かなたさんがツイッターでドロンドロンドロンって言ってたの、もう天才かなって思いましたね。わかります。